9世紀のインド北西部、パーラ・アサで作られた石仏、文殊菩薩像。文殊菩薩は、大乗仏教の崇拝の対象である菩薩の一尊。一般に知恵を司る仏とされる。その他、否認救済などの慈善事業を司るほか、日本の新言立種では、地獄用の象徴としての一面も重視された。文殊は、文殊シ理の略称。また、 妙吉城菩薩などとも言う。万種出利等とも御社し、妙吉城、妙徳、妙首などとも訳す。文殊菩薩とも書く。三魔屋型は、青蓮華、利権梵教など。主事は、万。聖火で描かれた、文殊像、林靴文殊シリー発音繁業によると、赦英国のタラジュラクのそよぎ徳というバラモイの家に、生まれたとされる。 また一説に、釈迦十代弟子とも親しく仏典結集にも関わったと、される。結馬行には、結馬古事に問答で叶う者がいなかった時、古事の病床を、釈迦の代理として見舞った文字菩薩の実が対等に、問答を交えたと記され、知恵の菩薩としての性格を際立たせている。この教説に基づき、結馬古事と、相対した場面を表した造形も行われている。 文殊菩薩が登場するのは初期の大乗経典、特に般若経典である。ここでは釈迦仏に代わって般若の空を説いている。華厳行では全財道寺を仏法弓道の旅へ誘う重要な役で描かれることなどからもわかるように、文殊菩薩の特性は悟りへ至る重要な要素、般若、イコール字へである。なお、 本来悟りへ至るための知恵という側面の延長線上として一般的な知恵の象徴ともなり、これが後に三人寄れば文珠の知恵ということわざを生むことになった。中国の唐の天台宗の僧侶、丹念はホッケモン区において文珠菩薩は本来流殊へ尊能物であったとする。文殊菩薩が右伝王、仏陀派、理三蔵、全在同時、 大聖老人の四孫もに描かれた、文殊五尊図は、中国、日本などでよく描かれた。文殊菩薩の五使者として、タブサ節に、カラス派タブサ節に、質たら、知恵、受け飯、が挙げられる。文殊菩薩の八童子として、光綱、知恵、無効、不思議、受け飯、タブサ節に、九五へ、カラス派タブサ節にが挙げられる。文殊菩薩の三つ号は、吉祥金号。 あるいは般若混合とされる文殊菩薩を描いた主な経典には、文殊師利初音半行、文殊師利門教文殊師力義律行、加谷山長行などがある。また、文殊師利発願経、文殊化化行、文殊師利元宝造行、仏説文殊師利巡行記、妙吉城菩薩諸門大乗法羅行、千八文十百八名産。 大聖文樹尻菩薩産物発信例、聖者文樹尻発菩大心願文、文樹尻菩薩無双呪霊などがある。八字、文樹菩薩及び八大同時像なら、最大寺文樹御尊像普賢菩薩と共に、釈迦如来の脇字となるほか、単独でも広く信仰されている。文樹菩薩像の造形はほぼ一定している。四子の瀬の蓮下座に、結果付座し、 右手に知恵を象徴する利権、左手に経典を乗せたアオレンゲを持つ。密教では、正常な精神を表す同時型となり、タブサを言う。このタブサの数は像によって1、5、6、8の4種類があり、それぞれ1イコール増益、5イコール敬愛、6イコール長伏、8イコール即歳の手法の本尊とされる。また、騎士の文珠、先導薬の全在同時、 獅子の手綱を握る、腕を、仏だ張り、最小老人を従える文殊語尊像も造形された。また禅宗においては、修行像の完全な姿を表す、清掃として騒動に暗記され、剃発し、座禅を組む創業となる。この場合、文殊大師と呼ぶことがある。日本における作例としては、奈良の幸福寺東金堂の座像や、安倍文殊院のご尊像。 高知の竹林寺のご尊像などが見られる。門官房広志信が、憲本着色五字、門珠像中国の娯楽小説、方針演技には、普玄神人、門珠広報天尊という仙人が登場しており、彼らが後に仏門に消えしそれぞれ、普玄菩薩、門珠菩薩となったという設定になっているが、これは、後世の、全くの創作である。中国においては、 三聖省の五大山が、文殊菩薩の重する聖涼山として、古くより広く信仰を集めており、縁人によって、日本にも伝えられている。また、中国天台宗系の師書である、仏祖陶器巻29には、文殊は、今、周南山に住みたまえり。と、純和城は、これなりと、中国下言宗の祖である、森純を、文殊菩薩の生まれ変わりであるとしている。 真の皇帝は、チベットからは、文殊菩薩の化身とみなされていた。平安時代初期に、権蔵や大善らの僧侶が、文殊菩薩の法要と、貧者や、描写のための施しを行う、文殊会をはじめ、最初は私的な催しだったものが、朝廷の援助を得るようになり、828年7月、大乗官府によって、文殊会を行うようになった。毎年7月8日、 朝廷が一定の税収から、文樹会の費用を拒出し、同時、西寺を中心に盛んに行われ、貧者や描写に対する伏せが、盛んになされた。このことは、日本の福祉の歴史においても重要な一幕と言えるが、律令国家の没落とともに、文樹会も衰退し、やがて行われなくなった。それを、鎌倉時代に復興したのが、西大寺の永像。 認証らであった。鎌倉時代、真言、立宗の総映存認証門官傍古とらは深く文殊菩薩に消えし、1240年以後、各地で、文殊供養と大規模な否認伏せを行った。1976年、上田幸子によって、真言、立宗の文殊信仰には、否認伏せだけではなく、追善供養の側面があることが指摘された。 1987年に、金子博明は、忍証の防木用と、文珠信仰に死であるウェーゾンの側が動かされて、防木用としての文珠需要が広まったことを指摘し、その後、河原義雄もこれを追認した。これらを受けて、被木用としての文珠信仰に最も詳細な研究を行ったのが、内田慶一で、混合物資エーゾン間磨くまさき。 般若寺、文珠菩薩像流眼門などの文献を精査し、さらにその理論的革新に、大乗本性神事官業の法音思想があることを指摘した。新言、立宗の文珠信仰に基づき、英像、認証、文官らの監修によって、多くの文珠菩薩作品が作られた。文館はまた画像としても、複数の文殊画像の実質の作例を残したが、 それらには防母への追善の意図があることが明記されており、前説の法音思想に基づく防木用の流れを組むことが内田によって指摘されている。門館の文殊画像の代表作には、憲本着色五字、文殊像などがある。オ音荒波社の王、アローポカーナ、TH1。ありがとうございます。